こんばんは。一番ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。ゆうたろうくん、はい、こんばんは。こっちのアカウントではお久しぶりですね、インスタライブ。こんばんは、こんにちは、こんばんは。なんか振ってる。え、知らない？このキャラクター、僕めっちゃ好きだったんだけど、ちっちゃい頃。みんな知ってる？確か名前があるんだよ。今日風邪ひきました。最近めっちゃ体調崩してない？大丈夫？インフルなりましたとか言ってる人多くない？そう、11匹の猫。絵本だっけ？めっちゃ好きなんだよね、僕。猫かわいいでしょ。振らせてみた。こんばんは、初見です。こんばんは。この後22時からインター FM にてラジオ生放送です。そう、絵本のね、キャラクター、物語が好きなんだよね。こんばんは、初めましてです。こんばんは。ライスちゃん楽しみ。そう、今日には0時半からなぎちゃん登場するんで、しょっぱなからぜひぜひ。かわいいよね。なんかね、ちゃんとキャラクター性があるね、11匹の猫に。なぎちゃん下見るね。ありがとう、予約しました。あざます。まあね、遅いんでぜひ見れる時に見てください。あ、ひなたあやだ。トラ猫が大将だったそこまで覚えてねすげえ。お、今日誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。僕は今年でアラサーです。あったかそう、今日めっちゃあったかい。室内だといらないぐらいあったかい。予約完了、ありがとう。そう、なぎちゃん怒ってんの。なんで怒ってるかはちょっと見て。2話、11匹の猫めっちゃ懐かしい。やっぱ知ってる人知ってるよね、多分同じ世代な気がする。ちょっと上かちょっと下かぐらい。お洋服かわいい、今日も私服で乗せます。アラサー、そう、四捨五入したらアラサーです。アラサーの仲間入りです。ついにタラ君は今年でアラサー入りするとは。まあ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 、みんなこうやって年取っていくんだよね。セリーナ、なぎちゃん楽しみです。楽しみにしててください。あやの鈴鹿くんと同じ誕生日。あ、そうなんだ。鈴鹿くんもじゃあ今日誕生日ってこと？おめでとうございます。欲しいものありますか？最近パック探してる。だからみんながねくれたパックも使い切ったから、今アヌアのパックを買った。人生アラサーからスタート、ありがとう、頑張るよ。こんばんは。この間成人式出ました、おめでとうございます。成人された方Are you love me? Love you。 明けましておめでとうございます。いつまで言うのかな、明けましておめでとうございますって。1月中はやっぱ言うのかな。基礎、おお、初めて聞いた。よかったらおすすめ、あの DM で送ってください。僕忘れちゃうので、この場で言われると。でもさ、ピーク寝てもいいんじゃない？なんか10分15分だけ寝るのもおすすめです。そのくめっちゃ高い。うん、ちょっと暑いぐらい室内だと。 Yes, love you, OMG。母親太郎くん見て高校生って言ってた。マジでまだいける？学生頑張ろう。3人目楽しかったね、ありがとう。14日でひとまずはおしまいです。14日フリマ今ね箱に詰めて、詰め詰めしてるので待ってて。風邪ひかないでください。僕意外と体強いんだよね、こう見えて。全然風邪もひかないし、インフルも10年以上なってないし、
今日のヘアメイク似てます、ありがとう。やっぱパーマいいよね、パーマ最強だと思うんだ。今年こそは会えますように。でもね、ひとまずフリマと28日の翼くんのバースデーイベントのゲストで参加するのでラストなので、ぜひ来てください。キャナダくん、スタイルは広い、これフィルターじゃない、フィルター買ってんじゃん多分。イヤカフね、どこだっけ、ブランドわかんないんだけど、あの渋谷のスクランブルスクエアの1階で買った。普通にフラーっと見てたら可愛いと思って買った。あのでもね、大丈夫らしいです。なのでぜひ来てください。16時半ぐらいまでは来てくれたら大丈夫です。逆に整理券配布より服がなくなるかなかならないかの問題なので、そこはちょっとお早めに来てくれると嬉しいです。まあでも結構ま持ってくので、小物とかも含め、あと今回靴とかポッパーとかも持ってこうかなって思ってるんで、どうなんだろうね、わかんない。健介くんの身の見くじきだったんですか。その話も今日いたします。ぜひ福岡にも、そう九州行きたい。え、フリマで九州とかは行けないけどね、何かで普通にプライベートで行きたいなって思ってます。北海道行けば、北海道も行きてー。なんか今日雰囲気ふわふわしてる、わかんない、僕は毎日この顔と見つめ合ってるんで。受験近すぎて、そうだよね、学生の子は。まあそこはね無理せず。何個下まで付き合いますか、考えたことないです。別に何歳だっていいじゃんって思っちゃう人。京都、いくみくんなんか京都行ってたよね、なんかお土産もらったんだよね。大阪次多分3月の周年で帰ると思います。それ以外では行かないかな多分。だから次3月かなって感じ。3月が大阪店が10周年なんですよ。だからそれで帰るかも。なので来れる時に来てください。旅行で行きたいところ、行ってない都道府県が12県あるから、そこに行きたい。そこを一つずつ埋めていきたい。静岡の思い出、静岡やっぱアウトレットが好きかな。でもこの前は伊豆に行きました。西伊豆ってとこに行って初詣しておせち食べてって感じかな。外国はタイ、韓国、イギリスの3つしかないから、もっと行きたい。パスポート更新しに行きたい。ふわふわのタートル可愛い、ありがとう。あと2分だ、皆さんこの後22時からのラジオ聞いてください。そうだよ、僕12件以外は行ったんだよ。35都道府県は行ったんだよ。鹿児島もね、イベントで行きました。実家帰ってますか、帰ってないです。でもみんなと初詣で行った。だったら四国はね、愛媛だけ行ったことあります。超バタバタだったけど。あと1分です、みんなラジオ聞いてくれ。長崎も行ったことあるぴょん、中国はまだないぴょん。このあと22時からインター FM にてゆうたろう夜更かしラジオ始まるので、皆さんぜひ来てください。リアタイしてください。今日はね、いろんなお話するんで、大阪出勤、事務所、健介くん軍団、健介軍団の新年会、私服紹介、フリーマイベントの詳細、あとみんなが成人したらしたかったこと募集したので、それについて話していきまーす。ということで、あと10分なので行ってきまーす。行きやす、ありがとう、聞きます、楽しみです。そう、その後0時半からラーシュちゃんも始まるので見てください。地方の方はTVerで見てください。そう、盛りだくさんです。今日も素敵なプレイリストを持ってきたんで
ってきます。